そっか、じゃあ、ここです。暗号通貨やばいじゃないですか。なかなか下がった価格が上がらないですよね。まあ、これはね、最近参加した人にはそう思えるんではないかと思います。ここ半年ぐらいで暗号通貨に参加した方、この暗号通貨の投資の世界に来た方は、多くの方が含み損を抱えてですね、痛い思いしてると思うんですよ。でもね、ちょっと考えてみてほしいんですけども、なんでね、暗号通貨の値段が下がったのかというのは、誰かが売ったからなんですよ。誰かが決済したからなんですよ。その方は何で売ったと思います？それは大きな利益が出たからなんですよ。じゃあなんで大きな利益が出たかってことなんですけども、それはですね、ここ半年に参加した人たちよりもずっとずっと前に参加して、いろんな苦渋を舐めながらずっとホールドしていたんですよね。で、この度2021年に暗号通貨市場全体がぐーっと上がった時、急騰した時にプラマイゼロで決済した人もいるでしょう。でもですね、大きな利益をゲットして、絶対に確実にこの利益は逃さないぞって方が決済したんですよ。その方っていうのは、大体持ってる暗号通貨の銘柄保有数もね、かなり結構でかいんですよ。例えばね、今1ビット買おうと思っても400万でしょ。でも多くの方は50万以下で買ってるわけですよ。100万以下と言ってもいいですよね。100万円を超えたらほとんどの方が手が出なくって、それこそもっともっと資金を持ってる方、もしくは資金を持ってないんだけども 0.1 買ったとかね、そういう方で溢れてるんですよね。どちらかというと少ない金額買った方が多数発生したということでしょうね。でもやっぱりね、ビットコインなんてのはもう2万円3万円で買った人がずっと持ち続けてるっていうのを結構ね、当たり前にありますからね。で、2万3万で買った人っていうのは必ずしも1ビット買ったんでしょうか。いやいや、例えばね、10万円分買いました、100万円分買いましたみたいなところからスタートして、じゃあその100万円で買った人が当時10万円だったものがですね、今例えば300万400万になってしまうわけですよ。30倍40倍ですよ。決済しますよね。全部じゃなくても半分決済しますよね。そうなると価格がぐっと落ちたわけなんですよ。ですので、ここ1ヶ月2ヶ月で起きたことっていうのは、売却した方が圧倒的に多かったってことなんですよ。で、売却した方がそこそこ今落ち着いてきて、もうね、売りの圧力っていうんですけども、売りたいなって人がだいぶ減ってきたんですよね。で、ここで底固めができているのを確認すると、今度はね、押し目買いをする人が出てきます。で、その方たちは含み益を持っている方でもあると思いますし、これから改めて暗号通貨に参入する人かもしれませんね。昔から持っている人はそれこそね、こういう時に買ったり売ったりあんまりしないですよね。持ってるまんまです。で、ビットコインにかかわらずなんですけども、イーサリアムもですね、私は20万円を超えたらもう買わないというふうに放送してきました。でもこれね、私だけじゃなくて、多くの仮想通貨で、暗号通貨で利益を上げてる人っていうのは、買えるポイント、買わないポイントっていうのがはっきり決まってるんですよ。それだけなんですよね。まあ、ですので、また20万円を割ったら、ドカッと買う可能性もあります。まあ、私の場合はもうちょっとね、安いところで10万以下で買い集めていましたんで、20万になったからといって買うとかね、売るってことはないです。そして私はイーサリアムに関しましては、まあ、潜在利益はね、100万円までいくと思ってますんで、まだまだ全然。ほったらかしで、こんなもんはね、私は利益出てますけども、利益のうちに入らないと思って待ってます。で、その他エーダですよね。カルダノはですね、多少価格が落ちたにしても、まあ私は基準値1ドルなんですよね。1ドルにエーダが落ちたらちょっと残念だなという気持ちはしますけども、基本的に1ドルを割ることってのもうないんじゃないかなと思うのと、今カルダノのステーキングもかなり広まってますんで、ステーキングに参加する方が増えれば増えるほど、カルダノの価格ってのはどんどん押し上げられていくんですよね。まあ、ですので私はこれからは暗号通貨カルダノの、まあ、ステーキングですが、こちらの方をどんどん紹介しようかと思いますし、暗号通貨のデファイっていうのも4月からね、講座を始めようかなと思ったんで、プレイスクールを3月にやったんですけど、無料で。でも4月からそんなデファイなんてやってる暇はないと思いました。もうカルダノのステーキング報酬でもう十分ですからね。他にもいいルートがあるのかもしれませんけども、カルダノのステーキング報酬1本やれば、その管理はあれこれできませんから、暗号通貨はこの1個だけやっときゃいいんじゃないかなと私は思いますね。今回の動画ではそんなところでございます。まあ、暗号通貨最初はいろいろと目移りしていたところもありますけども、もうね、私はカルダノのステーキング1本、そして、まあ、おまけとしてですね、イーサリアムなどありますけども、先日も XRP を大量売却しましたんでね、やっぱりあのポイントですよ。私は190円あたりで売却した人がものすごく多かったということでございます。私もそうですしね、私と一緒に売却した人も結構な大口でした。まあ、ですので価格がグッと落ちてですね、まあ、今100円前後になっちゃいましたよね。リップルね、95円ですか、うん、だからこれもうね、私たちみたいな200円弱で売った人はもう
エクサルビ買わないですよ今後。だから値段が上がる要素はその辺からなくなってくるのかなと思います。ただもう待っててもしょうがないかって方がやっぱ100円前後でも売ると思いますんで、売り圧力はまだねかなり健在ですよ。ちょっと慎重に捉えた方がいいんじゃないかなと思います。もちろんこのまんまあの XRP を持っておけば上がるんだっていう説が存在するのも確かですから、そう思う人は持ってるでしょうけどね、ただ現実ちょっとリップルで利益を上げるのに私自身もそうですけども時間をかけすぎましたね。時間が無限にあるんだったらリップルもまだホールドでいいんですけども、そうもいかないです。もうねお金を使って人生を楽しむことに変えていかないと面もありますから、投資自身も楽しいですけどね、ただ現生っていうのはどっかで取り出さないといけないですからね。はい、以上です。